はチャンピオン中。どうも、総志明塾です。はい、ということで本日はですね、大阪の雨村に遊びに来ております。まあ、三角公園のところですね。まあ、本日なんですけども、大阪雨村といえば、まあ、ヒップホップが好きな方はご存知だと思うんですけども、ひふみや、皆さんご存知ですか？ちょっとひふみやの方にですね、本日は遊びに行きたいなと思います。まあ、三角公園からですね、ひふみやまでのですね、まあ、道のりであったりとか、そういったところも紹介できればなと思っております。ということで行きましょう。はい、ということでここのビルの4階ですね。はい、ということで早速行きましょう。はい、ということで入ろうかなと思ったんですけど、なんかめっちゃ爆音流れてるんですけど、ちょっと行きたいなと思います。イベントやってるんですかね。ちょっと行きましょう。一番マットさ、俺ならガンのようなライブと言葉、このバンセースが音の歯歯とか言われても気にせえへん。それは送信ミュージックカメラ、俺は当ては何かする目か当たり目か、それをビールかキムギ、いい踏みすぎなんて言っても向き不向きもある。横にはダディ今日もまた巻きでサインじゃなくするタギ、ルーフトップからオーバーサイズ、Yeah、 オーバーサイズでワイフはカンカン、財布の中身をもちろん隠し通す、そりゃ何って俺のヘッソークリーン、よもちろんクリックするなら YouTuber、 秒中若もびっくりする送信ミュージン、俺の行事ヒップアップ行事で火だなら名字、よもちろん調子はいいよいい感じ、もちろんレンズの向こうのフェンス、まるでセンズ食ったくらい元気、現金があれば返すミカ、よもちろんスピーカーからキックス、流れるビートに合わせてキックする、そんな俺のラッパーのキック、よ背中に背負ったキャスパーのピース、yeah、 そしていや新しいバイトのマイドリ君紹介してあげようか。というか宗師何しに来たん今日これ。いや新作が入ったって結構聞いた、新作が入ったって聞いたんで遊びに来たんですけど。 OK、 新作がいっぱい入ったから、じゃあひふみやの新しいバイトの積極的な接客をフリースタイルで聞かせるぜ。Yeah、 教える新作、まずはピックアップしていく MA1、 これはブラックもしくはイケてる、まだ紹介できねえかもしんないけど、タカ君着てるドリップアンロールのスウェットとかもどうと思っているぜ、でも最近おすすめ寒い時にこのパイロットキャップとかどうとか持ってるけど、今着てるひふみのパーカー、これはいい感じ、中も熱々俺らはつらつ元気満タンでする接客、確かに大好きこのパーカー、でも嫌いなのはパトカー、ヤマヤマ使ったこれは、あとはあとはよ、まとはどこ YouTuber よ、目がける俺のナイスリリー、それと MA1、 それで MA1、 ああ今日はイベント好き眠ねえなよ、ああだけどもエミネムだからエミがこぼれる、まるでエミネムくらいのトップオブザヘッド、フリースタイルネタなら後取っておくだけ、砕ける当たって砕け、いつでもふざけだけど上げてくのは宴、決心なお前もスニーカー、ひふみや一度は来てみな、マーファッカー、hey、yo Willy Wonka の来てみな、そんなマーファッカー、来てみんなそのマンファカー、ここがひふみやレップアメムラ、いつもバカバカに遊んだメンバー、ビーツ止まら
らず抜きばかりの何か俺ならマネムサウィレボン横前取りパス買い取りしてくれよ今度俺なら情報知って言う俺口悪育ちも悪いけど捜査いつでもハッピーしているからまたカメラに実際してまたスローリーする低みのニューティー着込んでブースティーなやつらとフェイクを嗅ぎ分けそしたらまたマストパイロットキャップゲットだぜ、俺はそれもかぶったら冬あったかいからカイロ代わりみたいになって即ひふみを代わりしたくなるような中毒性そんな俺は操作な毒性ならばかなりの病みつきの操作おつまみみたいにまた食う神でもそれはカメラの前じゃなし L から始まって D で終わって今日もハッピーエンドでスリープさしてもらってご愛嬌今日も退場したようなこの会場でも俺は切りませんへん俺はレップする底辺おる Yeah yeahこのパイロットキャップが Yeah 高くならカイロが終わり Yeah お買い上げ毎度上がり趣味やもしくはソーシーでチェックしたものは吸収だ Yeah ソーシーさんイケてる YouTuber でもいぜ俺らレップ低みやイケてる高くにマイクマスだ店の新商品を紹介するのを忘れて立っててだから今から巻き戻しそして商品を紹介しようまずは低みやスケートグラフィティそしてウェアも完璧に装備 SP ならスケッシュからスケッシュゲッスル DC から、そしたら足元 OK 次にはウェアどこでも買ってそれなら操作キャップえげつなスイッカーでビップンローヒョットは低みやそれも指付けもある操作指付けならフリップからのブラックリーバー俺なら操作ドートンボリリーバーにイケゴが飛び出すかまずじゃあ紹介しようイソジンがマイク握り下がるから意地悪絶対嫌腰痛には違う腰痛持ちじゃないマッスルボディ Hey yo 名前はイソジン遊びに来たのはソーソーシーさんをつけたらソーシーさん俺は8億あるぜソーシーさん嘘つき嘘つき今日はソーシーミュージックが遊びに来たということで話今日は普通に新作が出たということで遊びに来たんですけどイベントやってんのかな思いましたいやイベントじゃなくてもね毎日こんなマジっすかそうそう俺の人生毎日パーティーやからやばい楽しいですね、ちょっとあの熱なってきてパイロットキャップが熱いわもう腰ジャケットも熱いし熱い熱いもうじゃあちょっと新作が出たということで、はい、ちょっと紹介していただければなとはいすいませんねあのラップに夢中でね、
仕事を忘れてました。はい、皆さんゆっくり買い物してください。僕はよく普段着てる、あの今も着てもらってます。いいですね。ヘルシャーツ、これいいっすよね。これいいっすよね。これはね、キャスパーさんっていう方がデザインされた、まあ、例えばこのひふみやの天井とかもキャスパーっていう方がデザインされてやって、羽村ではめっちゃ有名な、いや大阪ではかなり有名なグラフィティの方です。グラフィティライターの方で、キャスパーさんがデザインしてるひふみやの服はこれだけじゃなくて、このスケートキャップっていうのも、このキャラクターがまあ目印というか、キャスパーさんを象徴するようなキャラなんですけど、このイルミニアティーキャップっていうのもここに持ったりで、いっちゃんキャスパーさんすごいなと思うのは、そのお店のドアのデザインと一緒のスケートボードですかね。これやばいっすね。デッキがかなりやばいっす。これいっぱいついてないですけど、これだけ1万ちょうどとかでかなり安くゲットできて、これはいいっすね。スケートとかやったりしますか？いや僕はねスケート全然できなくて、指すきぐらい軽くやってますね。まあ、これからね。そうっすね、これから。あとフミヤにはシーマっていう、はい、ボイルライムっていうクルーに所属してる、あのシーマさんのブランドがあって、この熱インキャップっていうのがあって、これやばいっすよね。これはね、ボイルライムってそのグループの名前のボイルっていうのは熱、ライムはインっていうのをその熱インっていう漢字にして、漢字にしたキャップなんですよ。これ漢字っすよね、よう見たら漢字なんですよ。でも、ね、これをデザインしたのはキャスパーさんなんですよ。やばい、これキャスパーさんがデザインしたやつで、迷彩柄とかもあったり、うん、これはシーマさんファン、いやボイルライムファンとかならやばいっすね。面白いですし、うん、キャスパーさんがデザインしたって知っとったらなおさらこれはおすすめですね。間違いないですね。それは分からん。2016年、ひふみやのまあね、このアウターは絶対定番で出す。まあ、なんで出すかというと、まあ、その何の、まあ、ジャケットかというと、まあ、コーチジャケットですね。お、これなぜコーチジャケットをひふみや毎回出し続けるかというと、やっぱ好きなアーティストがコーチジャケットを着てたり、例えばスターライトアウターコンプトンにも出てた NWA の EGE とかも毎回黒のコーチジャケット着てたりしてて、俺も絶対マストな1枚で、まあ、ついでにこれはね、秋とかでも寒い夜とかは1枚羽織るだけで秋の季節もちょうどいいし、冬は中にパーカーを着込むとさらに着れるという。そしてデザインは大阪サウス大阪から MSYC はすげえデザイン力も高くて、このねすごいオールドスクールなデザインに、前はコットンマウス、このね、コットンマウスっていうのはどういう意味かというと、これもまたヒップホップ用語に関わってて、なぜコットンマウス選んだかというと、まあいつも僕らは調子がいいんで、調子が良くなりすぎちゃうと口の中にコットンを入れたように口が乾いちゃうっていう、だからそういう意味でコットンマウスっていうスラングがあります。まあそういう意味を分かった上で、実はこの服を着てもらえたら熱いっす。熱いっすね。じゃあドリップアンドロールの方にちょっと出てない人もあるんですが、まあ、この MA1 はね、まあ、さっき紹介してないと思うんで、じゃあまあ紹介します。こちらはねドリップ&ロールではないんですが、ひふみやのつい先日1週間前ぐらいに入荷した超新作でございます。これはね花札のデザインだったんで、後ろは5個で渋い。まあ正月季節は花札で、まあ、みんな遊んだりすると思うんで、すごい、まあ、この MA1 に関してはひふみやの客層はね、見ての通りやっぱ高校生とか中学生が多いんですけど、すごい中学生高校生が多いんですけども、こういうね逆に花札系のやつはね、大人の人とかも結構気に入るんじゃないかなと思って、ヒラディと僕で考えて作りました。調子いい1枚になります。2人で作ったんですね。まあなんかヒラディの方がいい MA1 があると、うん、なんかいいデザインないかという話になって、じゃあ花札でいいんじゃないですかっていうのを言って、あとは日田さんと僕で、なるほど、何とかできました。まあ、それがこの MA1。 ついでにモスグリーン、このオリーブ、モスグリーンとネイビーとブラック、まあ、ついでにネイビーはもうほとんどありますが、なんでまあブラックとオリーブの2色展開となっておりますので、ぜひチェックお願いします。プロ、ついでにひふみやの顔をしっかりついて、おお、しっかり
指輪仕様になってます。ジッペンロールコーナーでございます。じゃあここの紹介をしていきたいと思います。じゃあまずはね、まずはこのペーパーパーカーからいきましょう。これはもう、これ案外みんな知らないんですけど、これ何かって言われたらエッグシェルとか、そのグラフィティのステッカーのね、まあ柄でそれがドリップしてるよっていう、まあ超クラシックな、なるほど、超シンプルな、これはもうあの派手すぎないんで、大人の方から、若い子らまで着れるすごいワンポイントな一枚でございます。なるほど。じゃあサクサク、まあ、どうしよう。じゃあこれは、じゃあこれはね、まとめてね紹介したいと思います。まずコーチジャケットに T シャツに、そしてキャップが2種類同時で発売されました。これがね、大阪シティウォークスタイルドリップ&ロールの、これも新しい、まあ、スプレーシリーズと言われてて、スプレーが斜めに、いいですね。で、すごいこの服をなぜおすすめするかというと、一見このピンクに緑にオレンジに黒でなんかやかましいなみたいな思いがちなんですけど、すごい白を基調に使ってるの分かりますか？はいはい。だからね、案外自分で着てみるとそこまで派手じゃなくて、なおかつこの差し色がすごくおしゃれで、うん、この白自体も目立つっていう、だからまあ差し色と白自体が引き合こう高め合ってるというか、うん、という感じの服で、すごい爽やかな一枚になるんで、まあ、男前から可愛い女の子まで着ちゃってください。女の子着たらやばいっすよね、これ。そうっすね、女の子も全然着れますね。いいっすね。むしろ女の子もデカめでこうやってワンピースみたいな感じで着てもらえる、これやばい、いいんじゃないかと思いやす。まあ、こちらはね、いつもよく出している色の色違いなんですけど、まあ、さっきのパーカーのロンティーバージョンです。で、腕にはリップアンドロールのこのね、定番の、ついでにこのデザインをやってるのは誰かと聞かれると、あのかの有名なエクストララージとかを作ったと言われてるっていうか、まあそのデザインとかも携わってる、あのスリックっていうグラフィティライターがいると思うんですけど、皆さんエクストララージは知ってるですかね。まあまあ知ってるかな、知ってるかな。エクストララージの店とか、その T シャツとかでこうミッキーの手がこうやって LA ってやってるの知らないですか？ありますね。あれ誰のデザインか知らない人が多いんですけど、実際あれはスリックっていう人のデザインで、スリックっていうのはその地元 LA であの This is it というブランドをやっているすごい大物のグラフィティライターで、まあ、僕らもすげえリスペクトしているうちの、まあ、会ったことないんですけど会いたいですね、の一人で、そこの This is it に実は日本人が二人所属していて、ついでにどっちともひふみやのデザインをやっております。マジっすか。そのうちの一つのクックさんというすごい大先輩の方がいて、その人がさっきのねこのロゴをデザインしております。ついでにクックさんはね、最近で言うとまたそのエクストララージに繋がったりするんですけど、デリシャスピッツァというコラボしていたんですけど、ついでにそれのデザインもやってるし、 LA のデリシャスピッツァのバスにも店の中にも書いてます。やばい。ついでに最後、じゃあ一つ、このドリップ&ロール、なぜクックさんがデザインしてるかというと、俺は大好きなヒップホップもあるし、この服を作っている種巻さんという人がいるんですけど、その人もヒップホップが大好きで、でそのクックさんが最近ドッグパウンドというスヌープドッグのクルーのスタジオに絵を描いたりしてて、すごい種巻さんもそういうとことかすげえリスペクトしてて、あのキャラとかもすげえかっこよくてって言って、そのクックさんにデザインするを頼むようになりました。でそういうヤバいデザインの人とこのイケてるウェアが重なってバッチリのウェアができてますので、ヤバいですね。まあまあできれば誰がデザインしてるとか、それのルーツだとか、そういうことを今説明したんで、それもチェックして服を着てもらうと愛着が湧くと思うので、ぜひよろしくお願いします。間違いないです。ダサダサ。タカ君もあれですか、スニーカーとか好きですか？いや、まだジョーダンのめっちゃ集めてたんですけど、もうここ2、3年は
もうコンバースとか、うん、キャンパスシューズばっかりになっちゃってて、まあ、でもまあマストですね、うん、スケートとかやるからそうそうそう、もともとスケーターなんで。あ、そうなの。じゃあそっからもともと僕普通のスケーターでイーグミ好きでみたいな、はい、でヒダディと出会って、ヒダディもその時よくスケートしてたんで、お前スケーターかよ、俺と一緒に滑りに行くぞみたいな感じで、初めはスケーターの中学生のガキやとして連れてかれてて。あ、ラップからじゃないんですか。全然スケートっすね僕は。で、まあとある日にお前ラップしろやみたいな感じになって。そっからなんすね。全然ラッパー志望じゃありませんでしたーす。気づけば DJ とかやりたいなぐらいで思ってましたね、中学生の時は。ちょっと恥ずかしがってそんなかと思ってました。なんか最近これ買ったとかあります？スニーカーコンバースとかで。まあでも定期的に絶対買うのはこの真っ黒のコンバースと、真っ黒のコンバースと黒白のいつもの定番のコンバースは、なんやかんやもう何ヶ月に1回っていうか、まあ潰れたら買うっていうペースでいつも買ってるっすね。最近買ったの、最近のあのアシックスタイガーを社長にもらいました。あ、もらった。買ってはないんですけど。ゲルライトですか。ゲルライトってここにゲルって書いてました。ああ。まあスーパースターとかも入ってますし、まあ、そういうのが好きですね僕は。なるほど。楽曲、今の音楽活動とかでなんか今後の宣伝とかありますか。ついでに僕フライキックスというビッグ CD が僕リリースしてるんですけど、もうちょっとしたらフライキックスのパート2がなんとリリースされます。そして2017来年には、まあね、最近は僕もちょっとうわーって埋もれかけたりしたんですけど、なんとかアルバムが出そうなんで、おアルバム出してテレビで出てフリースタイルで調子乗ってるやつを食いに行くぜ。来はい。腹いっぱいになります、頑張って。焼肉いっぱい食います。間違いないです、まあ、音源の方もチェックしていただければなと思います。動画説明欄の方にリンクとかいろいろ貼っときますので、ぜひチェックしてください。いつも以上に走れなんだかん、夢を追うならマジでランナガン、ガリの走法攻めのランナガン、ランナガン、ランナガン、いつも以上に走れなんだかん、夢を追うならマジでランナガン、ガリの走法攻めのランナガン。